さあ行っていきましょう。バク強駒パレード。今回の強駒パレードはいつもの強駒パレードと違って11連するごとにいろいろと得点があるそうです。まあ、それが4回ありまして、ステップ1が30個で11連引けて、ステップ2が40個で11連引けて、かつゴールドフェアリーが2体もらえて、3回目の11連でカリシャ、この新キャラの新エゴマですね、カリシャが確定で入手でき、4回目で強駒 S 以上確定ということなので、この爆死の爆ではなく本当にね、もう爆発的に強駒もらえるぞっていう、そういうガチャだと思いますんでね、やっていきましょう。今回は、44連かな回していきます。ステップ4までしっかり回していこうね。まず最初の11連が30個で引けるっていうだけでもお得ですし、今回特盛パックも買ってきたので、特盛ガチャも後で引きたいと思います。で、狙いはもちろん新キャラのアクアレーゲンだったかな。あとはカリシャも出てくれたら嬉しいな。まあ、開幕11連は S ないけどもカリシャが出てくれる予感がしております。あ、ハオトミとかこれ強駒だしな。ちょっと待ってね、今気づいたけど、あーん、強駒パレード引く前にこれ駒箱拡張しないといけないですね。カット。はい、そんなわけで続き回していきます。2回目は40個で引けてゴールドフェアリーが2個もらえるということなんでね、もうゴールドフェアリーもらえるだけでも嬉しいのにな。私みたいにこういろんなキャラにスキル上げちゃうね、そういう、そう、オセロニアンはフェアリー枯渇が当たり前ですからね。あれ、 S 出現率 8% と聞いてたんですけどね。いや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 、カリシャ出てくれればとりあえず OK。 あー、出なかったか。まあでもおまけでゴールドフェアリーもらえたし、この3回目の11連でカリシャもらえますからね。いや、これは引いといていいんじゃないかな。で、持ってない超ゴマじゃなかった、強ゴマだ。強ゴマは、エギラとかククルカとか欲しいかな。あと2個、この3体を重点的に欲しい。そして新キャラのアクアレゲンも欲しい。おーい、 S 来ましたよこれ。虹のかけらは購入見ませんでしたが、しっかりと私右手の、中指で確認いたしました。フルエオな。アクアレゲンかと思ったけど違った。こいつなんだっけ、リヴァイアだっけ。あ、こんにちは。でもリヴァイアね、私1体しか持ってなかったんで、まあ OK。 で、これで S 確定よ。で、強駒の S が確定ということなんでね、まあ持ってないキャラ何でもいいからとりあえずください。あとクローマとか持ってなかったかな。強駒って結構持ってない駒多かった気がします。オーガイマルの2体目とかでも構わないぜ。いらっしゃいませ。なんなら S 駒3、4体ぐらいね、一気に見せてくれてもいいんだよ。開幕1枚のみ。しかしこれ強駒って確定してるんだぜ、この通り。あー、いや、めちゃくちゃいい引きなんだけど、めちゃくちゃ大当たりだけど、残念ながら2体とも持ってます。でも進化スパルムとか私動画にしてなかったし、動画にしてみようかな。じゃあ最後に引きましょう、特盛。いやー、この画面に映ってるやつ全員欲しいな。ニコ、エギラ、アクアレーゲン、アグアレーゲンか、アクアじゃないのか、アグアなんだ。あー、そういう、そこ大事だね。はい、アクネスちゃんじゃなくてアグネスちゃん的なね、アグでしたね。はい、アグからアグアレーゲン、アグアレーゲン来いよ。アグアレーゲン来てくれても構わない。エギラかニコ、ククルカでもいいよ。とにかくね、持ってないやつ出ればいい。クローマ、クーから始まると多いな。強駒って大貝丸でもいいよ。エギラだ、よし、吸収パ組めるで、おい。エギラさん、いや、ただね、一個問題があって、オルプネを持ってないんだな。まあいいや、吸収はラドラとかで代用できるし、タローマティとかいるし、結構 S ゴマ多いし、いいや。いや、でもこれ紙引きだな。エギラありがとう、普通に欲しかった。あのリーダーゴマっていうことなんでね、非常に嬉しゅうございます。はい、というわけで今回こんな感じでしたね。最初に出た S はリヴァイアとかこの辺か。まあカリシャはプレゼントでもらってるし、エギラももらえてるし、なんだったら特盛パック買ったことによってね、あのプラスゴマとかフェアリーももらえているので、今回はまあ回してもいいんじゃないかなと。ただ強ゴマが欲しいね、あの欲しい強ゴマがないっていう人はまあ回さなくてもいいですし、もうお任せします。でもいずれにせよ S 出現率 8% ですし、回して損はないかなとは思います。強ゴマパレード、バク強ゴマパレードとか、バク強ゴマパレード回した方、いらっしゃいましたらぜひコメントでください。このキャラ出ましたとか、こんだけ回してあいつ出ませんでしたとか、あいつが欲しいとか、そういうコメントありましたら、どんどんねこの動画のコメントに、書き足していってください。この動画が面白かったという方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。